マルシマのカツ昆布湯っていうの、これをずっと使うよ、小豆島の。これ一袋でね、4人分やったと思うんだけど、一袋入れたら入れすぎるっていう、3人分だけ。3分の2ぐらいで。これで、あのね、さっきね、ごぼうとね、ごぼうとちくわをさっき大地を、それと火が通りにくいし、それからえのき入れて、手伝ってなさない人も多そうから、少なめ。ちょっとお味見てみろ。よし、美味しい。ほんで、わかめ最後。わかめたっぷり入れました。ほんで、沸騰したんでみたいだね。沸騰してきたらもう出来上がり。ごぼうね、ごぼうとちくわをさっき入れてる。ごぼうが柔らかくなったところへえのきだけを入れて、お味噌入れて、だしの素とお味噌入れてって、最後にわかめ入れ、そういうことです。なんか自由な入れ方を。それで出来上がり。沸騰したらもう切っちゃいて、そうそう、切っちゃいて。